だから政治体制を探しにしたり人差しにしたりって、そういうことは身の問題、三の問題であってね、思いの世界をもっともっと清めて綺麗な心にしてからでなければ本当の仕事はできないんですね。その綺麗な仕事にする第一段階としてね、世界平和の祈りがね、みんなこうみんなして清めていくわけです。それで第一段階に加えて、ね、宇宙科学が出てきているわけですね。それで宇宙科学の本当に行われた世界になると、今度はもう政治じゃなくて全部変わってやる。まるで、まるで違ってくるんです。宇宙科学が全部現れるとね、今までの地球の考え方がもう根底から変わります。物の見事に変わる。だから私は言うでしょう、超現実的なことがある。超ぐらいじゃないんです。超もっと必要か。超まあ意外と同じだけども、ものすごい、もう今の人間の頭で考えられないね、ものすごいもう超越した、ね、世界ができるんですよ。必ずできる。私は断言して見てるんだから、ちゃんとの世界をね、私たちはもう出来上がった世界を見てるんですよ。旧世界が平和になった世界を見てるんですよ、ね、その世界ができるんですよ。ただ時間がね、あるんですよ、時間がね。超現実、現実離れしてるんでしょ。だから私はいいじゃないですか、ちょっとぐらい偉い人があるって、あっちに偉い人があった、こっちに偉い人があったって、そんなちょっとぐらいの偉いヘボちょっと、ね、そんなんじゃダメだって、ね、ちょっとぐらいあっち偉い、こっちぐらい偉い、そんなんで世界が救えるものか。偉さなんてのは偉さが違うんですよ、ね、すぐ偉いとかね、誰が偉い、これが偉いって、そんな偉さじゃなくて、もう偉さが全然違った偉さの、ね、人たちがでしょ、宇宙人なんでしょ、ね、超人だってそうよ、超人だって、みんなあの肉体の中の偉いなんていう人にも、超人っていうのはあのどんどん偉いんだから、それは私たちこうやって実によく分かる。偉いんですから。もう肉体の人間の偉さなんてのはね、肉体をまとってますでしょ。だから偉いって言ったって高橋出てるよね、高橋。まあ今出た人で A さんのお釈迦様でもね、要するに、なんて言います、妙会なんかでも偉い、白隠でも偉い、まあ、白隠なんかでも偉いでしょ。そのとこ、あの子を行われただけでもね、偉いなと思う。良官見ても、偉いなと思う。ね。まあ、白隠だとか良官は自分でやった感じがするからね、自分のものがそのまま出て偉いなって。それから、イエスさんなんか、やらされた感じしますね。天使としても初めて顔出てきて、神の御心のままさーっと行ったっていう偉さでしょ。あの、仏教の人とね、あの、キリスト教の人と違うんですね、感じが。イエスさんは初めて、イエスさんは天使の使い出てきて、神の御心のままさー動かされて、自分が嫌でも俺も動かされてね、それで発見になったっていう感じでしょ。動かされた感じね。そこから今発見の罪って本当は発見になってないんだけどもね、まあそういうことになってますね。それとお釈迦様の方のね、よし系統仏教の方はみんな自分が悟って、自分がもうちゃんと自覚して行いをしてるって感じね。龍観さんなんかもそうに自覚して行いをして、白衣の中で自覚してそのまま悟ってるって感じだから、2種類あるんですよ。もう神の御心のまま守護神だね。要するに守護神にそのまま動かされてね、そのまま動かされて、ずーっと、素直にずーっとやってる先生のこと。それから、自分の中に五目沢がたくさんある。五目沢がたくさん、否定的に否定的。ものを考えないといらんない精神。だけれども、考えに詰めてね、あ、やっぱり守護神と一つになんだけど、ダメだな。こうしなきゃダメだって、はっきり分かって、それで自分が自覚して、それで悟って、要するに悟るですね。自覚してやっていくってこと、二つあるんです。イエスさんの側は、やらされた側はね、イエスだとかエルミアだとかね、ヨハネだとかってみんなやらされた側ですよ。お釈迦様の系統はやらされた側じゃないのね、仏教は。自分で自覚してやっていく形。じゃあ、二つある、ね。この二聖者は実に違ってます。イエスの境は全然違いますよ、やり方ね。自分で片っ端悟って、片っ端ずーっと素直に入って、素直にやっていった。素直にやらされていった。正側がある。私なんかどっちかって、私は両方混ざってる。自分で考えて、反省考えていくことと、やらされる側が、両方あってる。初めの全般はね、20代、ね、30何年ぐらいまで自分で考えてはやって、自分でこれはいい悪いって、もう本当に頭に神経質な顔してました。とても神経質だし。で、自分で自分が行わなきゃダメだってんで、それをやったわけですよね。ところが、自分を投げ出してからっていうものは、ガーッとやらされた形で、それが合致してきちゃったね。そういう形になってるんですね。だから、イエスさんもお釈迦さんもこうしてるわけだね。同じことに、みんな一緒になっちゃったよね。老子さんなんて初めから霊人だから、霊そのものだからね、これはもう言う限界ですよ。言葉に言えないし、もうものすごくて、ものすごすぎてね。それからこの世の中にはね、話は違うけども、仙人みたいなのがたくさんいるんですよ。皆さんは知らないけど、ね、肉体でもね、ない、霊体そのものでもないっていうね、っていう感体になってね、いつもさーっとしてる人がいるんですよ。ね、日本には随分います。もう山の神なんかに神仙ってね、神の仙人がいるよ。そういう人は随分いるんですよ。
そういう人たちはまあ縁の行者を先頭としてね、縁の行者は当たり前の守護神だからね、って言われるね。だからそれのもうお弟子たちがたくさんいます。年次来ますよ、ね、私なんか年次来る、ね、皆さんのところ年次来てくるみんなじゃ見えないだけ、そういう肉体でもない、ね、霊体そのままではない、なんか中間体ってね、いつでも姿を現せるっていうかいるんですね。というわけでそれはどういうことかというと自由なんですよ。波動を自由に変えられるってね、宇宙科学で言えば波動を自由に変えられる。もうね、こう肉体の人間って言うとね、バカみたいよ。本当にもう不自由で不自由で、肉体にひがみついてね、肉体だけっていう考えてない、肉体の楽しみ、肉体の世界、肉体ってことばっかり考えてるわけね。それでそれ不自由になっちゃう。ちょっとお腹痛きゃなんかこのなんか固まりあれしないか、胸が痛きゃ歯切れてないか、頭痛きゃずっと当たり前だけどね、これそうなんて、いちいちね心配しちゃうね。こんなもの波動なんだからね、波動が汚れたかね、波のが構成したかどっちかなんですよ。だから波動をスッキリさせればいい。波動というのはどうすればいいかって、心をですね、思いを神様の中に入れれば波動をスッキリしてくれるんですよ。みんな波動のね、波が光の波がそのまま入ってれば丈夫だし健全なんだけども、光の波ってね、いろんな思いの波がこうかかるからね。でだからこう頭痛くなったりお腹痛くなったりおかしくなったりするんです。ムカムカするでもみんなそうです。そしたらどうしたらいいかって、そのままね、汚れてる、まあ、働いてくる、汚れたお風呂入ってそのまま使ってて、こう洗えばいいでしょ、ね。それだから、それと同じように、それと同じことなんですよ。神様って神様の中に入る、世話の中に入ってしまう。そうすると、きれいに洗ってくれて、ちゃんと波動をきれいな元のね、本体の波動に返してくれるわけです。そうすると、自分がすっきりして、なんとも言えないすっきりと安心で決めた感じがするんですよ。それが世界平和の理由なんですよ。だから波動をきれいにするってことだけなんで、問題は。それをやるためにいろんな教えがあったんですね。だから一言言えば、波動を光の波動にしてればいいんだ。光の波動にするにはどうしたらいいかって言ったら、光の元であるね、神様の中に入っていればいいんだ。神様入るにはどうしたらいいかって言ったら、守護霊守護神を通して入るのが楽だから、守護霊さん守護霊さん、ね、あるいはご自宅やっていって、それで入ったのが楽だ、ね。その方法はどうしたらいいかって言ったら、世界中に平和でありますようにという神様の御心をそのままいつもいつも日常探しに唱えていれば、そしたらいつの間にか思いがね、光の中入っているんだ。こういうふうに教えるわけね。そんな優しい楽の教えないと、それはなぜかというと私が自分で体験したからありますね。本当にこの世界の、この世界の肉体の世界を見てるとね、汚れて、まあ、年中年争った中で見えるでしょう。ところが一歩ちょっと上に行くとね、綺麗な世界なんですよ、ね。いわゆる一歩ちょっと上に行くというのは波動を微妙にすればね、自分の心の波動を微妙にすればね、皆さんが統一して見てるような世界が、ね、あるわけです。ちょっと微妙にすれば、ちょっと微妙にすれば。皆さんが相当できてるんだからね、そういうことでこうやっているときじゃなくなくて、普段の場合もちょっと微妙にすればいい。ちょっと微妙にしたらどうしたらいいかって言ったら、神様ありがとうございます、感謝するか、あんなありがたいな、万物がありがたいなっていう、そういう思いね、全てに感謝する思いが微妙な波動なんですよ、ね。簡単な言葉で感謝ってことは微妙な波動になるんですよ。わかりますね。そうすると光一元になってくる。それを続けなきゃなんですよね。もう習慣なんだからね、習慣なんだから、習慣でもっていつも高いところにいる習慣をつけなきゃ、いつも低いところにいる習慣つけちゃいけない、いつも高いところにいる習慣が祈りなんですよ。だから祈り一年の生活をしましょうと、祈りも世界平和の祈りが一番幅も広いし深いし一番いいんだと、こうやって教えてるわけですね。そういうわけです。